はようございます。おはようございます。今日は今横浜東名高速横浜町田インター付近ですね。今日も、前に1回ね、初東京インターっていうところの動画であったんですけど、2回目の東京インターになりますね。2回目の東京インターですね。で今日もあの海老名におって、海老名サービスエリアにおって、2回目の東京インターで、今回はもう東京インターで降りたいと思います。この前はそのまま都心高速行きましたけど、首都高行ったけど、今回は、降りたいと思います。降りて、カンパチ通りっていうのを走ってみたいと思います。ちょっとだけ、東京インター越えてから出るから、やっぱあの手前で合流せなあかん、手前で右寄らなあかんか、あれどうなんやろ、手前であれか、前知らんかってね。あの並んでるところあれしちゃったけど、東名川崎を過ぎたあたりからで行くか。もうすぐ噂の港北パーキングっていうのがあるんですけど、あれ、まあやっぱ今は空いてんな、めっちゃ秋ってなってる。まあここまで来たんやけど、これが最終パーキングやから止められへんかったらやばいから、まあ、海老名も夕方行っても結構やばかったけど、首都高東名終点まで、東京インターまで20分、まあ、ちょっと一回切ってまた東京インター付近からやります。カンパチがね、どれぐらいちょっと走るか分かれんから、あんま長すぎてもあれやし、朝やから両面がひっついとるっすね。起きましたね、港北パーキング。あ、2車線なんな、こっから横浜青葉、首都高は別料金、港北秋ってなったけど結構止まってんな、トラック絶対開いてないっぽいや、絶対開いてないっぽいや、これ絶対開いてない、港北秋。絶対開いてなかった、これ外にも出口にも止まってる。2車線になるんか、3車線か2車線になるんかな、どうなんやろ、これは行っといた方がいいかな、左車線、じゃあ左車線さ、右車線、港北の反対側の方がでかいんやろ、
反対側の方がでかさやったね。あ、でももう東京インター5、6分やなとあと5、6分っすね。あと5、6分やと。前はね、前初めて行った時は左車線走っとって、ほんならあの右車線が左はなんか出口だけ行くあれやって、右に入らなんか並んでるところを右に入らせてもらったんやけど、今回東京インターで降りるときはどうなんや。あのでっかい、でもあれ料金所越えたらそのまま首都高やったもんな。普通の出口でそのまま左側で降りて大丈夫なんかな。ちょっとね、やっぱり東京とかちょっと全然わかんない。あれ言うても2回目やしな。今日なんか曇り、今めっちゃ曇ってるけど、今朝5時半とかやねんけど、曇ってるけど、なんか今日午後関東なんか大雨とかヤフーニュースに出とってんけど、嫌やな大雨。ちゃうわ、料金所過ぎてから東京インターがあるんか。料金所過ぎて東京インターやから、料金所そのまま行かなあかん。どうしよう、右行っといた方がいいかな。どうしよう。最悪右行ってて左がなかったらいけんもんね。左には、右詰まってて左がななかなか入られんもんな。ちょっと様子見、右行って、前この東名川崎ぐらいから撮ったんかな。前この動画始まったんか、東名川崎あたりから。じゃあよかった。ほらもう渋滞してるやん、もう渋滞してる。
渋滞してるっすね。うわー来た、2回目の東京インター、2回目の東京インター来ましたよ。これ左行ってていいんかな。やっぱ無難に並んどいた方がいいよな。でも1分や、ね、あと料金所まで1分。まもなく料金所です。え、この料金所過ぎてから首都高に入るのにあれやったんか。あれも俺前なんかよう分かれ止まってんな。ここに夜中いっぱい並んでんのか。なんでこんななんか渋滞してんねん。あーこれ左側行ってよかったな。左の空いてるところ行って、全然左側行ってもよかった。今から行くのしんどいな。よかったな。まさかの一番右のレーンやもんなこれ。まさかの東京料金所。東京料金所2回目。よいしょい。で、しれっとちょっと左側に行っちゃおうかな。あれ前なんか渋滞してたの黄色車線のような気してんけど、東京料金所と東京インター過ぎてから東京インター入るとこに時にあれやったんかな。まあ、なんでもいい。眠なって言い出すわ。ああやばい、高速道路切れてるやんこれ。まさか坂の。ちょっとトラブル。ナビ消えた。ナビ消えた。首都高は右側へ。あ、こういうことか。ここやな、この前。これで右寄らなかったやな。でも大型車は左車線って書いてある。東京出口、世田谷方面です。カンパチ通り、世田谷方面、世田谷へって。入らしてもうたのってどこやったっけ。首都高に入る直前やった。
なんか噂によるとカンパチ通りなんか6車線ぐらいあるとかなんとか言ってはる言ってはったんやけど、ほんまな6車線片側である。そんな大阪もなんか速度みたいな合わせたら御堂筋とか6車線ぐらいありそうやけど、東京出口 500m 先インターではありません、この先インターではありませんで、めっちゃ書いてある、この先インターではありません、この先インターめっちゃ書いてある、めっちゃ書いてあるでめっちゃ笑けるぐらいめっちゃ書いてある。どれやろどれやろどれやろどれがどれと間違うあれやないの、あ、こうか、これか、これか、これか。あ、でもまだある、でもまだある、まだある、工事車両合流あり、工事車両まだある、この先インターではありませんってめっちゃ言うてたな。カンパチ通りって何やろ、国道なんかな、環状8号ってことやね、カンパチ、カンパチっていう。あ、首都高行くのにこれ右2車線やからってことか、左行っといてよかったやな、ずっと前はね左行ってたら右首都高行くのに右に合流せなかったって。あ、でももう出口なんで、僕東京出口なんで、これでも右に合流せなあかんのにトラックずっと左ってなっても左車線走れってなって看板くら。あ、さっきの丸太、おはいんかよみたいな。あ、カンパチ通りってあれやな、国道ちゃうな、311、あの三角形じゃなくて六角形やな、六角形ってことは、え、東京都の道ってことは都道ってことなんかな、都道、都道ってこと、都道、ってことやね。この前ここで入れさせてもらったもんな、ちょっと分かんねえから。これ左やんな多分、降りて分かれへん、分かれへんねん、分かれへんねん、分かれへんねん、やばいよ、左やんな、斜め左方向に。あ、なんか前斜め左に行ってんな、あれかな、ああいう感じで、あ、止まってんね、これが斜め左方向ここね、こういう合流怖いわ、おっそ、5速のまま、5速で減速してカーブして5速のままいつもだ、止まられんしょんで、何公園っていうね、カンパチ通り、初カンパチ通り来ました。洋画中学校前って洋どこに中学校あんねん、うわ、またナビ消えた感じなところで、やばい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 、やばいっす、なんかトンネルあるっつっとったな、右側しとけ置いてたな、カンパチ入ったらまあでも
速道入って左行っててもまっすぐ行ったらあれやん。あでもトラック右側なってんな。でも遅いからな、ゆっくり走るからな。世田谷市場や。どこに中学校あって。いやもうやばいって。カンパチ通り、世田谷通り、世田谷通りが横切ってるわ。世田谷通り横切ってるわ。トンネルじゃない、まず高架やな。まず高架があったな。狭ない、ちょっと道幅狭ない。これいける、大丈夫かな。道幅狭ない、ちょっと怖い、ね、怖いっ、ね、て。カンパチ通りやんなこれ。怖い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 。ぐるーって、まあ、ずっとまっすぐ行ってたらさっきあの東京インター降りたとこに出るんかな。環状ってこと、一周してくる感じなんかな。もし行き過ぎたとしても、もう怖い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 。どこトンネルあるの、どこにトンネルあるの。あ、あれかな、桁下って書いてあるけど。いや狭いやんほら、やっぱり絶対狭いやんこれ。ギリギリやんか向こう、幅トラック、幅ギリギリやってこれ。めっちゃ狭いやん、なんか知らんけど、めっちゃ狭いやんか。なんなんこれ。めっちゃ狭いって嫌やわ。狭ない道幅マジで。絶対前のやつ白いタイヤ、白い線入ってるけどミラー白い線からはみ出てるよ。これ近いってよこのやつ、怖いよこれ。なんなんこれマジで。狭いって、カンパチ通り狭いって。カンパチ、うわぶつかりそうやって。右側が一番広いんか、だから右行ってんのか、トラック。そらあいつも普通車、普通車でさえ狭いからなんか間抜けんのちょっとあれやん。
ちょっと広なった、ちょっと広なったっすか。ちょっと広なったな。さっきのとこがめっちゃ狭かったな。ちょっと一回泊まりたいねんけどな。ちょっとなんか泊まれるとことかあるか。ないさそうやな。ちょっと泊まりたいんやけど。土曜の夜22時から日曜の朝7時までカンパチ通りトラック通ったらあかんねん。やっぱ日曜公園あるから多いんかな、車遊びに来る人。この辺何公園かわからんけど。あ、ちょっと車多なってきたね。やっぱりちゃう、ただの路中やな。あー嫌やな、俺もなんかこんなんで、こんなんで路中嫌やな。甲州街道、お、国道20号線やん。国道20号線がありますやん、こんなとこに。まさかの。ローソンあるやん、こんなとこ。ローソンとスタバある。止められへんな。あ、でもトラックそこ止めようと思って止めれるけど。出るの出にくいな、ここ。出るの出にくかったな、スタ。ローソン、いや入んのもいいけど、ガラガラやったな。おお、国道20号線あるやんか、中央道高架。車多いってば。カンパチ、カンパチ通り、環状8号、環状8号っす。この速度とか止めれちゃう、ちょっとな。この速度とか止めれたな。だんだん狭なって最初の方やな。入り口らへん、広い方、広いとこ。セブンイレブンあるやん、右側に。あ、お腹痛なっていた。悩んでいた。あ、山田電機東京本店やって。山田電機の東京本店が右側にあったわ。環状8号線環八世田谷区。ここ世田谷区なんか上高速走ってるやん。
車多ない。うわ、近い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 、トラック横のやつ。近いって。狭いって。カンパチ通り狭いって道幅。マジっすか。車オーナーティーだから結構時間かかってもうてるよ。ほんで上首都高なんや。ひたすらまっすぐ停車禁止やって。ってことは信号を予測しとかなあかんな。ちょ多いな車、両方多いな車。道広なったけど2車線になって車多いな。好きや、いや車多いわやっぱり。杉並区、杉並区に入ってた。世田谷区から杉並区になってた。めっちゃ田舎もんみたい。めっちゃ田舎もん。東京の区でいちいちなんか高井戸駅なんか聞くよね。高井戸駅ってこの先大型右折禁止。おおびっくりした、出てくるんかな。ほんだわ、ほんで信号なんかめっちゃ引っかかるし、また狭なってるやん。また道幅狭なってるやん。なんなんこれ、なんなん道幅また狭なってるよ。ちょっとあ、ここの速度を止めれそう、止めてんな、みんな止めてんな、速度な。ここあ、山崎パン、いや、右も反対車線もめっちゃ混んでるし、めっちゃ渋滞してるやん。マジかよ。車多いっすわ。狭い道幅、そればっかりやけど。
まあ車多いからね、ゆっくり進んでるから全然いいけど。もういいか、カンパチ。カンパチ通りもういいかな。取らんで。あ、関越道練馬インターとか、なんか止まってるし、あっこ。街道や、知らんけど、知らんけど、あ、なんか知ってる風に言うだけで今。狭いってこれマジで、ほんまやめてよマジで。ここか、トンネル。なんかトンネルあるって言ったんやな。トンネルちゃうやん、ただの高架下やんか。ただの高架下やん。カンパチもういいかな、渋滞してるし、車、前の車めっちゃ映るし、うん、いや、またナビ消えた、ええとこで。あかんねん、ナビ消えたら、ナビ消えたらダメなんですよ。あ、トンネルこれや、右行っとけよって。これ速道なんで。どこや、トンネル、どこトンネルの。え、トンネルって一車線しかない、トンネルって一車線しかないか、どういうことや。トンネル一車線だけな。あ、一車線っぽいな。ちょっと右行ってみるか。やばい。
これや、ロギトンネル1車線だけなんか、これどうなの、あのなんかナビ、あの看板やったらなんか1車線だけみたいな感じやったけど、1車線じゃなくたらすぐ行くで俺左。車線でした。せやんな、一車線だけなわけないよな。せやんな。イハギトンネル。でも、カンパチ本線こっちやって書いてあるわ。左は関越道って書いてある下に。あいつ右行くってことは、やっぱカンパチ行くには右なんやな。カンパチをそのまま行くには右なんだ。それにしても狭いって、ここも。あー、こういうことか、斜め右。抜いてきたわ、遅すぎて抜きにかかってきたわ。あー、カンパチちょっと曲がんねや。カンパチ曲がんねやな、これ。はいはいはい、あ、そういうことなんや。はいはいはい、カンパチ本線。ああ、これね。ああ、なるほど、トンネルで右行っとけよって、こういうことか。はい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 、本線でいいやんな。ああ、やばい、そっ、あ、本線。ああ、やばいやばいやばい、速度行かなあかんかったんやな、今。あ、やってもうてんな、ミスってんじゃん。ミスったな、速度やったわ、今。今速度行かなあかんかった。あー、やばい、どうしよう、戻れるかな。あー、やばい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 。あー、間違ってる間違ってる間違ってる、やばいやばいやばい、戻れるかな。駅前、うわ、そういうことか。トンネルで右右って、そういうことか。戻れちゃう、速度か。右方向とか絶対曲がられんのじゃん、これトンネルやから。曲がるとこあるん？ないやん。今曲がらなあかんねん。ふぅ、やべやべやべって。右曲がるとこないやん。とりあえず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 こっち行って、ちょっと
ちょっと終わっていいですか